第1号なんか北っぽいけどな、これか。なんかやたら来たな。北っぽいな。これは北っぽい。逆方向から来るパターン。逆方向から来るパターンだね。これちょっと嫌だな。天気は最高にいいね。天気は特に86だね。1倍。北っぽいね。オレンジ来たよ。オレンジ。オレンジ色の物体。オレンジ色ね、来たね。86だね。いい具合にカスタムされてる。天気最高にいいね。お、これめちゃくちゃ古いぞ、このツデー。このツデーは古いぞ。このような車両がまだ残ってたとはね、すごい嬉しい。86だね。まあ、ひょっとして一番多いかもしれんけどね、86は。まあ、純正色のオレンジあるのがいいね、86は。ちょっと続々来たっぽいか。続々来たっぽいか。オレンジ色。オレンジ色のフィット。フィット2台。ここ。中入るけど止まっちゃった。来たっぽいね。オレンジ色。オレンジ車両ね。オレンジ3台ね。オレンジ車両が3台。天気は最高。86と これはなんだ。86か。86後期。86の前期。おお、いい音した。ここがエコパのスタジオ。フィアットか。フィアットの500だね。あれ行き過ぎた。お、これエクリプススパイダーか。これは今日唯一のスーパーカーだ。スーパーカー。もう音やべえな。音やばい。ピットだね。ピットもいい音してる。次だ。フィアットの、アバルトか。アパルト500。なんかオレンジ色っぽい車来たけどね。オレンジだな、これは間違いなくオレンジ。これもオレンジだな。やっぱ側面から撮るのが一番かもしれんな。オレンジ色。オレンジ色、コペンだね。コペンミーティング、ぜひ。こういい具合の音立ってるね。これなんだろうな。あ、これはフィットか。おお、ワイドボディですよ。ワイドボディね。来たね。これなんだろう。これもフィアットの500かな。お、それおしゃれ、BM だね。すごいかっこいい BM。 これもなんかオレンジっぽい感じの車だな。これもそうかな。これは間違いないでしょ。86。あれ行き過ぎた。 Z 来たね。34か。 Z、 あ、ちょっと行き過ぎた。いいところ見せてくれ。逆にね、その行き過ぎがいい感じ。ランエボ。
ケーション最高だよ。来たね、これは何だろう、ちょっと出てこんな。BM だね。これも一応オレンジ色か。オレンジ色の BM。お、これな、ロータスのスーパーカーか。ロータス系スーパーカー来たね。エリーゼ、エボラ、エキシージとかそこらか。おー、かっこいい。屋根開きだよ。バイクも OK か。バイクもなんか OK みたいだな。ナンバー映るんで、これ以上大きくは取れません。86だね。意外にかっこいい、抜群にかっこいい。86はローダウンからね。いいね、86。ん、なんかこれは可愛らしい。可愛らしいね。これはなんだ、何らかの軽自動車だな。なんだ、 K2 台、キャリア付き。お、これダットラーだね。唯一のダットさんトラックだね。ダットラーオールペン、カスタムもいい具合。だね。あ、これセリカか。結構最近のセリカだね。ど古いのではない。意外カスタム、カスタムの具合もかっこいい。来たね。お、これはなんだ、コペンか。コペン軍団、コペン、コペン。これ一番最後はスイフト。みんないい具合のカスタムされてる。はい、いい具合のカスタム。おほほ、86だね。86のどっちや、これは前期型か。おお、 NN いい音してる。86、86だね。86、86前期。オレンジのハイブリッドか。あれ、あ、これですよ。お、これも86だね。86の後期。後期のがなんか若干こうオレンジ、なんか色が薄いのかな。ちょっと気のせいかもしれんけどね。86後期。こっちから来るパターン。さっき行き過ぎたかな。フィット。来たね。これも86後期。おお、いい具合のカスタム。カスタムドライブ最高だね。かっこいい。わあ。大サービス。いい音せ。これオレンジ色だな。コペンかな。コペン。あ、なんかすげえアメ車来たな。これ、かけないけど、まぁ、ちょっと。来た。オレンジ色の86。
ホンダのフィットか。あ、先ほどのコペだ。ちょっと通り過ぎたのかな。大概通り過ぎる人続出だね。ちょっと分かりにくいね、ここね。来たね、オレンジのスイフト。これは間違いなく参加者でしょ。ここで一回速度を緩めてくれるからね、撮影しやすい。スイフトね。